ボンジョルノー、あちゃんです。で今日は5月の4日土曜日、あちゃんのソーレタイム、ね、ここへ来て4日目、だいぶ慣れてきたけどね、慣れてないよ、まあ、ちょっとはね慣れてきた、自分の家って感じはしてきた。いただきます。でもまだまだお片付けと棚組み立てやなあかんしね、なんかいろんなことしていかなあかんね。でもある意味ね、来た時のバタバタよりも落ち着いてきた、まあ、でもね、この家と前の家を行ったり来たりとかで、ね、ちょっとね、ゴソゴソしたりで明け暮れてるよね。よし。だからね、なんか周りに何あるのかも全然把握できてない。ちょっとね、散策もしていこうかなと思って。ね、知らんところじゃないね、もうちょっと昔からね、知ってる場所は知ってる場所なんだけど、でもやっぱりね、周りに何あるのかもわからないし。散策もしたいなっていうのもあって、それもね、落ち着いたらちょっとこの近所ね散策したりして再発見していこうかなと思ってね、まあそれどころじゃないね、 今の自分の生活を安定させなあかんしね、ちょっと行きたいとこもあんねんけどなかなか行くものもなくてね、まあでも今月いっぱいバタバタするかな。はあ、46-82-57、はい、でもね、こっち来てからね、早く寝て早く起きるようになった分ちょっとね体調が良くなっていくんちゃうかな、まだなってるとは言い切れないけど良くなっていくんちゃうかなと思ってんねんけどね、時間的にね今までみたいにダラ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 昼まで寝てとか、ね、んなこともそこまではひどくないけどね、動く時間があったんやけど、パソコンがね、昨日ちょっとねギガがね飛ばずに動くっていうのに気づいたからね、だからちょっと夜パソコンちょっといじくっとってんけど、それとも今までほどもねいじくのもなく動画も撮れてなかったんでね、昨日はちょっと最終までちょっと動画撮ってんけど、裏チャンネルもね復活させたし、いろいろね動かしていこうと思っています。ソーレの置き場所も考えなかな、まあ、ここじゃなくてもいいけどね、まあ、ちょっと考えよう。はい、ってことでね、まあゴールデンウィーク、残すところあと3日、この動画の日曜日だからまあと2日になるよね、ゴールデンウィーク明け後で、ね、動かれ、いろんなこと動くにもね、ゴールデンウィーク中は動きにくい、車も多いし人も多いし、それだけじゃなくね、やっぱいろんなところで
休んでる、役所系も休んでるし、ね、いろんなとこ休んでるから動きにくいところもあってね、まあそういうところも含めてね、なんだろう、ゴールデンウィーク明けをあっちゃ待ってねえけどね、明けた方が動きやすいっていうのもあって、で、まあ、そこからちょっといろいろ動いていこうかなと思ってるんでね、今月まあ5月はゆっくりバタバタになるとは思うんやけど、中でやれることやるしかないんでね、頑張っていこう。で、ね、なんていうのかな、どうやったらそれがうまくいけるのか、どうやったらね、ちゃんとね、なんのかって思いながらね、頑張っていくしかないんで、まあ気分新たに新居の生活進めていくしかない。ちょっとね、でも4年かけたらいろいろ動こう、ね、まあ、ネット環境もあるしいろんなこともあるけどね、頑張るしかないわ。できることをやって楽しく笑って生活できるようにね、早くこの何ちゅうかな、家の生活を戻していかんとね、ちょっとこの辺にね、いつものやつ定位置に置いたんで、だんだんちょっと元に戻ってきてるってとこがあってね、だんだんこうあっちゃんの生活を戻してるんで、この辺ちょっと今日分からないけど、いやこっちと前先キッチンの棚作るわ、キッチン棚作ってね動いていこう。それが一番先決なんでね、この後ねちょっと準備してお着替えしたらキッチン棚作りから、今日のスタートしていきましょう、はい、ということで今日のあっちゃんのソウルタイム良かったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね。ってやったね、バイバイ、今日も一日よろしく。